金の田村さんです。どうもよろしくお願いします。どうも皆さん、タケオグチャンネルのタケオです、今日はですね、コラボ企画、またすごい方にまた来ていただいてます。お笑い芸人、バスケ界のスペシャリスト、キリンの田村さんでございます。あ、その前にですね、妹を紹介したいと思います。あの、またあの子どっか行ったな。ね、どこ行ったんだ。やっほー。おー、はい、ほらそっちからか、はい、うん、オッケーです。です。よろしくお願いします。お願いします。今日もちょっとあの僕の自己紹介をしていただければなと思うんですけど、なんか紹介しておきたいことあります？あ、じゃあ僕がちょっと紹介しようかな。あ、いいよ。オグちゃんはね、もう本当にお菓子作りうまくて、バスケもできて、空手3なんですよ。もう何でもできちゃうからね。兄ちゃんはもう立ち打ちできません。いつもこうボコボコにされてます。ケチョンケチョンに言われてますからね。ちょっと僕の紹介もしていただけるとちょっと疲れなかった。僕の紹介、はい、あ、兄ちゃんは小学校3年生までオーディションしてて、はい、ちょっと待って、あと成績悪くてめっちゃお母さんに怒られたり。ちょっと待って、なんで俺の時だけそんなこと言うの。だって紹介してって言ったけど、紹介してって言ったけどさ、なんでそんなマイナスにしか言わないんだよ。恥ずかしいじゃねえか俺。あじゃあ夜練習頑張ってるけど、はいはい、まあ今回の結果はどうなのかなって思ってるけどね。なるほどね。あ、まああのまあとりあえず見てみよう。はい、ちょっと田村さんと僕の試合ですね、ぜひ見ていただければと思います。どうぞ。第2回の投稿なんですけども、あのすごい豪華なゲストに来ていただきました、金の田村さんです。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にございません。光栄です。本当にあの田村さん、はい、やっぱり一言目がバスケの話。いやもう最新の挨拶もしてへんみたいですけどね。いきなりバスケがさで話しかけたかのような。いやとんでもない。バスケがすごい好きだなと思いますね。いつか浅野さんに出てきたらしいな。はい、もう第2回目で。早っ。田村フットは軽っ。心よくすぐ出た。はい、ありがとうございます。とんでもございません。何をするんですか。ワンワンをよっしゃ。負けへんで。負けません。よろしくお願いします。お願いします。じゃあやりましょう。いやいや、いいですよ。先行あげます。本当ですか。何点選手にしますか。じゃあ7点選手でいいですよ。あの言うても大人のバスケ教室っていう、僕が今開催している、まあ、大人の出会いの場というか、そういう社交場になればということでバスケを通してっていうので開催しているバスケ教室があるんですけど、それに来てくれるじゃないですか。はい、じゃあだからその時は先生と生徒じゃないですか。そうですね。なんであのハンデとして選考差し上げます。先生優しいですね。はい、これは、はい、ただワンワンは多分タケちゃんの方が上手いからな。あ、そうなんですか。で、最近あのショートホームで、じゃあ行きましょう。はい、はい、行きましょう。はい、7点ね。
よし。え、いいか？ちょっと、いいよ、悪いよ。スリーもありそうですね。やばい。やばい。週8バスケ上手だったよね、うん、週8バスケやってますからね。1週間何日だってね。ね、本当にね、すごいよね、うん、いや楽しんでいただけましたでしょうか、これからも練習一生懸命頑張りますので、はい、じゃあ私もお兄ちゃんに負けないように難しい技にも一生懸命挑戦しようと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと次回はですね、あのともやんさんの妹スミポンさんとの対決でございます。次回交互期待です。じゃまたね。トモヤの妹スミポンさんです。ありがとうございます。スミポンね、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネルにこれから一緒に頑張っていく小島亮太です。よろしくお願いします。みんながバスケを楽しいって言えるようなプレーとか、でもそういうのをいろんな人に伝えていけたらなと。イケバスのメンバーになりましたモアモアです。特技は歌うこと、歌とあとサクソフォンをしています。ケニーからバスケットボールが届きました。はい、うえーすごい、大切に使わせていただきます。イエーイ。これから竹尾グチャンネルのテーマソングを作ったりしていくんですけど、共感してもらえたり勇気を与えてたりするような曲を作っていきたくて、たくさんの人に聴いていただけるように頑張ります。でした。くんもららくんもららく
ベスタ、オーナナオーナサベスタ、オーナナオーナサベスタ。